キャロル・エリザベス・ヘイス・ジェンキンスは、アメリカ合衆国、ニューヨーク出身の女性フィギュアスケート選手で、現在は、フィギュアスケートコーチ。1960年スコーバレーオリンピック、女子シングル金メダリスト。選手時代は、キャロル・ヘイスとして活動。1961年、白雪姫と、同稽の6歳でスケートを始め、元金メダリストであるフランスのピエール・ブリュネの指導を、受けた。 1953年に女子選手で初めてダブルアクセルを成功させた。1956年コルチナ・ダンペッツオリンピックの女子シングルで同じアメリカのテンリー・オルブライトに次いで金メダルを獲得。プロ転校のオファーもあったが、ガンで死を目前にしていた母マリーから金メダルを取るためにアマチュアのままでいてほしいと頼まれ、オファーを断った。同年10月、母が死去。 1956年から1960年にかけて世界選手権で5連覇を達成。1960年スコーバレーオリンピックで金メダルを獲得した。1960年に引退後アイスショーに出演。同年、コルチナ・ダンペッツ・オリンピック男子シングルの金、メダリスト、ヘース・アラン・ジェンキンスと結婚した。1961年には、ウォルター・ラング監督の映画、 白雪姫と同化者に白雪姫役で出演している。なお同年、プラハで開催予定の世界選手権へ派遣された多くのアメリカ代表選手がサベナ航空548便墜落事故で亡くなった報道に彼女自身大変ショックを受けたという。1962年に一旦スケートから離れたが、1970年代末に指導者として復帰。 ティモシー・ゲイブルや安藤美希のコーチを務めた。ありがとうございます。